一人暮らしを始めてから時々亡き父のことを思い出すようになった。コーヒーと和菓子、レコードと読書が大好きだった父。見事にその血筋を受け継いだ私は、休日にもなると遅く起きて寝巻きのまま家でゴロゴロ、学校やバイトへ行っても特に刺激も目的意識も薄い私にとっては、この週末ルーティーンが唯一落ち着く時間なのだ。スピーカーから聞こえてくるレコード針のプチプチ音、古本のカビっぽい紙の匂い、長年父の体重で押しつぶされたソファーの跡、使い込んだホーローケトルの注ぎ口から出てる蒸気の音、そして父がドリップして入れるコーヒーのまろやかな香り。自分自身で再現できるようになってからは、懐かしむというよりなくてはならない週末ルーティーンへと変わったのだった。上京して早1ヶ月、せっかくなら美味しいコーヒーのお店がある町に住みたい、そうたどり着いた町が東京下町の向島だった。東京スカイツリーに見下ろされ、古民家が密集しているところもあれば、庭園や緑豊かな場所もあり、下町風情が感じられる場所が多く残っている。最近ではものづくりの町として海外にも紹介されているが、私にとっては何よりコーヒーが美味しいお店が多いという点が一番の魅力なのだ。桜の葉もすっかり落ち、新緑の葉が太陽に当たってキラキラなびくとある週末、お気に入りのワンピを1年ぶりに着れる、そう思ってから行動までは朝寝坊の私には想像もできないほど素早い身支度、軽くお化粧も施し、我が住む町の向島を散歩することにした。八広公園で休憩し、その後荒川土手で川風でも当たろうかと引き船通りをとぼとぼ歩いていると、何かを作っている町工場前に出た。あれ？パパと同じケトルだ。思わずそう声に出していた。すみません、こちら何を作ってる会社なんですか？ここはホロ製品を作ってるプレス工場なんです。ああ、そうなんですね。そう優しい声で答えていただいたのは3代目の社長さんだった。実はあれ、父が使っていたケトルと同じケトルなんですけど。その後社長さんからは、父も使っていたケトルの歴史やホーロー製品の製造工程なども見せていただいたのだが、年々ホーロー製品を作っている会社が減ってしまい、ここの松栄工業さんは日本の中では数少ないホーロー製品を作っている会社であるという現実も知ったのだった。最後に社長さんが特別にと、これから発売される新しい製品を見せてくれた。お湯を引く、この三角とこの湯口でお湯をねずっと引いてるの。カイコはお湯が少なくても多くてもずっとまっすぐ。ああ、そうなんですね。本当だ。墨桜と名付けられた桜色のケトル。あの時父が何気なく使っていた放浪のケトル。
そこにも数知れずものづくりに対する思いや使う人への気持ち、そしてその時代を象徴するデザインなどが吹き込まれている。そしてこの墨桜には松栄工業さんがある墨田区の桜と、これまでもこの蚕シリーズをデザインしてきた家具デザイナー小泉誠さんのこだわりがたくさん詰まっていると聞いた。今私自身もものづくりのお仕事をしている。あの時私は目的や日々生きることの意味からどこか逃げていた。家事や料理、洗濯など一切しなかった父。そんな父がコーヒーを入れてレコードを聴いて読書している、そんなぐうたらした自由な姿にどこか憧れていた。しかしあの時放浪製品の町工場で見た職人さんの姿、一つのものを作っていく過程にはそれぞれにプロの技術者がいて、それは誰一人欠けてはいけない、いわばオーケストラのようなものだと知ったのだ。技術者であった父もまたきっと職人さん同様に現場ではかなり努力していたに違いない。そう父のことを改めて尊敬できたのは、職人さんがケトルを握るその手が父同様にオイルで汚れていたから。何気ない日常や普段の暮らしの中には自分にしか見えない価値や好きになることがあったりする。その中で一つでも豊かであると想像する心はやがて形へとなす。ものづくりにおいて最も重きを持つものなのかもしれない。I built up walls like mansions to the sky. Protect my heart so it would survive. But you climbed in like no one else could do. The day I knew I needed you. 父には奇跡が起きなかったが、奇跡を残してくれた父には感謝しかないのだ。We're searching for some answers.